大田優也は宮城県高城市出身の元プロ野球選手。現在は東京ヤクルトスワローズの打撃投手。高城市立第二中学校から一関学院高等学校に進学。一年次から公式戦に登板。二年次の夏からエースとなり、秋の東北大会でベスト4に進出し、翌年の第78回選抜高等学校野球大会の 出場校に希望枠で選出された。大会は1回戦の岐阜城北高戦で、美藤隆一との投げ合いの末1から2で、さよなら負け。夏は、岩手県予選準決勝で敗退。高校卒業後は、日産自動車に入社。同社野球部在籍2年目の2008年、第79回都市対抗野球大会で、初登板、3年目の2009年に野球部の、 活動休止が決まり、翌2010年から同僚の九子健太郎と共に日本製紙石巻に移籍。日本製紙石巻では主に中継ぎとしてチームを支えてきたが、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で石巻工場が被災。野球部も活動を休止し、工場の泥のかき出し作業などに追われ、また自身も 親族を失った中で、ランニングや筋肉トレーニングを続けていた。2011年10月27日に行われた、プロ野球ドラフト会議で、日本静止石巻の同僚、ヒアコン渡るとともに、東京ヤクルトスワローズからの指名を受けて入団。前年に入団していた、久し、イニシエとは、日産自動車、日本静止石巻時代に続いて、 チームメイトになった。東京ヤクルトからの指名挨拶を受けた際、挨拶に赴いた八重樫幸男スカウトから小学校6年生の時に野球教室で指導を受けていたことを明かす。即戦力の左腕投手として期待されたが、入団後の実戦登板で請求難を露呈したことなどから1年目の1軍、登板機会なし。入団2年目の2013年にはスリークオーターから、 サイドスローへの転向で、請求力の向上を図ったものの、イースタンリーグ公式戦30試合の投板で、防御率5.81、予死球率10.59。入団以来一軍公式戦での投板機会がないまま、10月1日に、球団から戦力外を通告された。なお、2014年からは、打撃投手として球団に残る。左のスリークォーターから、 最速時速144キロメートルのストレートに2種類のスライダーカーブスクリューなどキレの良い変化球を駆使する。しかし、請球が安定しなかったことから2013年には投球フォームをサイドスローに改めていた。ありがとうございます。